東京アジア学友会。皆さんが住んでいる町は危ないですか？いいえ。いいえ。悪い人がいますか？たくさん。いいえ。いいえ。そうですよね、はい、今警察が町にいますから安全ですよね、はい、じゃあもしいなかったら、いなくなったら町は危ないよね。ここまで大丈夫？警察がいます。その間だけは安全です。ここだけは安全ですと言いたいとき使う文法。2つ目はこれです。これ覚えて。鍵、その間だけと言いたいときよく聞いてください。警察がいる限り街は安全です。その間だけと言いたいとき。じゃあ次、例えばシシンさん、シシンさんは今秘密があります。はい、ベトナム語だと何？秘密。うん、え、今わかった。じゃあ今シシンさんは秘密があって私にだけ話してくれました。シシンさんの秘密を私が聞いて、あ、そうですか。そしてそれを皆さんには言いません。言わない時間、皆さんはその秘密を知る？知らない？どっち？知らないよね。でももし言ったら知っていますよね。そう、私が皆さんに言わないその間だけ皆さんは知ることができない。皆さんには知られない。でももし言ったら知ります。だけと言いたいとき使います。私が皆さんに言わない限り皆さんには知られない。じゃあまずは皆さんでもこれ例文言ってください。これを使って、せーの。警察がいる限り安全です。その時だけの意味。次、せーの。私が皆さんに言わない限りみんなに知られない。意味わかりますか？はい、じゃあ練習しましょう。悪い生活習慣、例えば朝、昼まで寝て、それからちょっと散歩して、ゲームして、お菓子食べて、ずっとゲームして朝寝る、悪い生活ですね。悪い生活習慣を直さない、ここ直さない、その間は健康には健康になれますか？なれませんか？なれません。そうです。はい、皆さんで言って、せーの。悪い生活習慣を直さない限り健康にはなれません。次、働ける、ここは働けます、元気です。その間は一生懸命何する？何する？働く。 OK、 せーの。働ける限り一生懸命働く。はい、いいです。次、皆さんは今生きていますね。ここは死ぬ意味です。生きているその間はどんなことも何する？あ、できます。そうね、頑張りますとかね。はい、じゃあ言いましょう。せーの。生きている限りどんなことも頑張ります。意味わかった？はい、はい。じゃあ今度は、タバコ吸う人いますか？タバコを吸う人、1、1人だけ。
このビルはどう？倒れる。でも本当？倒れるかもしれないよね。その時使います。倒れる恐れがある。わからない。じゃあ倒れる恐れがある。それから病気になる恐れがある。これっていいこと悪いこと？悪いことだよね。そう。はい、次。